皆様おはようございます。山本真央です。今日は一人です。今日はですね、浅見ゴルフクラブ様に様をお借りして撮影しております。初めて僕はここ来たんですけど、はい、都内から結構パパって常磐道ですぐ来れて、ね、インター降りてすごい近い、そうですね、ところで、はい、ですごいコースとかも綺麗で、あとレストランもすごい綺麗、そうなんですよ、そう、うん、私も今日3回目なんですけど、ご飯がめちゃくちゃ楽しみです。あ、そうなん、あ、じゃあちょっと撮れたら、はい、そのレストランの風景とかも撮りたいなと思います、はい、で今日なんですけど、前回の動画で言ってましたイメージ DVD、 そうです、イメージ DVD、 これが2月の中旬ぐらい、そうですね、中旬ぐらい発売で、で絶賛今予約、アマゾンとかでね、そうです、予約受付中で、今予約してもらうと、今っていうかもうあれなんですよね、この放送、そう、予約してもらうとサイン付きのチェキとか生写真がついてるのでお得ですよみたいな感じで今は発売しております。はい、はい、まあ、そんなイメージ DVD なんですけど、ちょっと面白いことやりたいなと思って、はい、デリースティーから回ってもらって、はい、パー取った数、はい、その分をイメージ DVD を視聴者様にプレゼントしようと思います。私の初のイメージ DVD が、はい、まだみんな多分買ってないですよね。ちょっといっぱい、じゃあ今日パー取って、うん、で山浦さんが購入して、そう、送る。で送っていただけるんですか。そうです。ちょっと18個パー取ろう。そう、最大18なんで、はい、まあそれはないかなって普通に思ってて、まあでもまあ5枚とかプレゼントできたらいいなと思うんで、ちょっと頑張ってもらう感じで、はい、はい、頑張ります、はい、思いっきり、はい、で応募方法は概要欄に載せて、はい、載せます。で全部で6回配信されると思うんですけど、はい、最大6回応募できるように、はい、したいなと思うんで、だ6回見てもらって6回応募ができれば、はい、まあ、確率も上がるんで、ぜひ皆さん6回全部見ていただいて、はい、応募も6回してもらえればいいかなって、はいはい、思います。ちょっと頑張ります。パーを取って初のイメージ DVD 皆さんに見ていただけるようにお願いします、はい、たくさんパーを。そうですね、とりあえず、ね、自分の力で。そうですね、これは本当に自分の力で勝ち取るしかないので、はい、頑張っていきます、はい、って感じで、まあ、何個パー取れるか、はい、応援しながら見てもらえると嬉しいです。お願いします。はい、じゃあお願いします。全部で3コースありまして、はい、前半は南コースですね。南コース、はい、パー4312、それではお願いします。お願いします。問題ない。ナイスショット。ありがとうございます。朝一なのになんかすげえ飛んでる気がする。ラフかと思ったら真ん中に。そうですね。真ん中に。ナイスですね。フェアウェイで。しかもあと110ちょっと。118。ああ。もうパーだ。分かんないですよ、まだちょっと優しさ出しちゃったんですけど、本当は白 T でちゃんとやった方がいいかなと思ったんですけど、まあ、なんかその1枚2枚になっちゃうとあれだなと思って、デリスティでいったら、ちょっと皆さんにいっぱいプレゼントしたいので頑張ります。うん、いやいや、ちょっと弱い。ああ、はい、まあ、ちょっと寄せて、うん、パーってところですかね。アプローチを慎重に、30ヤード、はい、30、うん、なんとも言えない。多分これは皆さんは外すだろうと思ってますよね。半々ぐらいの確率だね、これね。しかもこれライン的にも、いや、これ入るとでかいっすよね。
朝一パー。マジか。なんか弱いかなと思ったけど。ナイスパーです。あら。嬉しい、やった。やばすぎ。ということで一枚ゲット。レギュラーからでもいいですか。ダメです。ダメですか。やったー。まあね。感じで、はい、いいですよ。あのパッと良さそうです。イメージ DVD 復旧委員会なんで。はい。今日は？そう、初のですから。そうですか。はい、あのもう初のイメージ DVD の、はい。おめでとうございますってことで今日はもういっぱい撮ってください。はい。やったー。イエイ。今回なんか写真集じゃなくて DVD なんですけど、初めてですね。DVD はなんかグラビア系は前にやったことあるんですけど、ちゃんとしたなんかイメージ DVD とか初めてです。なんかこう画像だけじゃなくてちょっと動画みたいのも入ってる。あ、DVD なので動画です。基本。あ、動画。あ、基本動画です。あ、DVD で写真をパチパチ見るんじゃなくて動画なんだ。そうです、動画です。喋ってんの。ところどころ話してます。あ、喋ってたり、そっか、イメージ TV だからちょっと雰囲気ある。そう、おはよう、今日何するとか。なるほどね。そう、話してます。え、そのおはよう今日何するっていう時の撮影現場とかってどんな感じなんですか。え、マジでその朝一シーンとかあるんですけど、朝モーニングシーン、うんうん、本当に朝起きて2時間後、まあメイクとかいろいろして、うんうんうん、2時間後に撮る感じ、撮ってみたいな。雰囲気はもう本当に、え、起きてるところ、起きるところを撮るでしょ。そうです。あ、じゃあカメラ回ってて、はい起きてくださいみたいな感じ。そうです、そうです。まあうちは軽くメイクするんです、その前、うん、そう、カメラマンさんとその一人と私のだけ、うん、本当にシーンとしたところで。ああ、そうだよね。リアル感、うんうんうん、リアル満載。何日かけて撮るんですか。2日です。2日、沖縄で。沖縄、うーん、夏の沖縄行って、夏じゃないか、11月ぐらいに撮影したんですけど、暑くて、しかもゴルフ、夏ゴルフ終わった後だから日焼けの跡とかがバリバリついてるかもしれないんですけど。そう、じゃあ結構あれなんだね、プライベートの真央ちゃん感がすごい出てる感じ。あ、そう、すごいすごい出てます。臨場感がある感じ、はい、あ、題名のんびり屋っていう感じなんですけど。なるほど。ぜひ検索してみてください。のんびり屋山本真央で、うん、概要欄にも貼っとくんで大丈夫です。お願いしますお願いします。はい、南2番パー4、274ヤード。ちょっと左ドッグなのでドライバーが厳しいなと思うので5番ウッドで行きます。よいしょ。また真ん中だ。とかそう。うん、いいじゃないですか。うん。じゃあ僕もちょっとイメージ YouTube 作りますね。イメージ YouTube、 山本真央のイメージ YouTube、 はい、いいですよ。ゴルフで、ゴルフ編、ゴルフ編、ゴルフ編イメージ。あとなんかふわふわのフォーカスみたいなの作ってます。ふわふわのフォーカス、はい、なんか白く、なるほど、いや優しいイメージで優しいね。注文が多いな、このタレントさんは。うん、いいですね。ちゃんと、はい、グリーンが狙えそうな位置ですね。はい、よし、残りが110ぐらいなのでアップ、ちょっと登ってるので8番で打ってみたいと思います。いい、めっちゃ良さそう。めっちゃ良さそう。やった。
こういう距離がめちゃくちゃドキドキするんですよ。はあ。何これ。ちょっと予定と違うんだけど。じゃあ前半赤でやって後半白。いや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 。大丈夫です。もう全然その調子であと16ホール行ってもらって大丈夫です。よしよしよし。ボールパーなるか。じゃあ予想してもらいましょう、みんなに。どんぐらい取れるかで当たった人それはね結構絞られちゃうからまあ、 あの予想とかコメントぜひ入れてください。まだねこれ1話目なんで。そうそう、うん、確かに。あ、1話目か。そうでもパーパーですよ皆さん。パーパー。さあ何個パー取れるか、取れるか予想してください。コメントと応募もお願いします。はい、はい、南3番パー3 124ヤード8番アイアンでいきます。目の前になんか、うーん、ナイスです。ナイスオン、ありがとうございます。うーんイエーイじゃないですか。おかしいな。この感情がなんだかよくわかんないけど行きましょうか。なんかこの間まで、うん、あのアイアンとか、うん、トップして池3回ぐらい入れたんですけど今日調子いいです。なるほど。今日調子いい。人のためにね、頑張れるってことですね。そう。 うまい。早い。うん、でも大丈夫だと思う。 OK は出しません。ナイスです。すげえ、3連続パー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 狂いました。パートルっていいですね。パートルいい。